先生早いもので今年も12月で来年はオリンピックの年じゃないですかで私一応チケットのやつ応募したんですよ二次募集みたいなやつあったじゃないですか最近一番最後それで応募したんですけどホーリ先生はもちろん応募してますしてないいいテレビで見た派や 見たくてですね、うん、一時募集の時は両方とも絶対決勝に行くだろうというですねサッカーの男女の決勝を選んで申し込んだんですけど見事に全部外れたので二次募集はもうめんどくさいからやめました、うん、あ、やめたんだ周りに当選した人いますいるのえ、一人いたらしいですすごいねええー、羨ましいちなみに何ですか競技 サッカーの女子の決勝。すごい。俺全然羨ましいですね。ね、だから、ちょっと、まあ、あの、しょうがないんで、まあ、あの。ね、テレビで見るか、もしくはパブリックビューイングで見るか。もしくは、どうしようかな。109シネマを借り切って、そこで勝手に上映するか。つうか、サッカー真面目にやれよ、お前ら、本当に、日本代表、仕事しろ、みたいな感じなので。とにかく、頑張るですね。はい。久保君に期待してます。はい。

AU ギャラクシーホールド SCV44 まずはじめにスペックから紹介していきましょうサイズはオープン時高さ 161mm 幅 118mm 厚さ 6.9mm クローズ時高さ 161mm 幅 63mm 厚さ 15.7mm 重さ 276g ディスプレイメインは7.3インチ QXGA+, u 機 EL 2152x1536 ドットカバーは4.6インチ HD プラス有機 EL1680×720 ドット Android9 搭載 CPUQUALCOM m スナップドラゴン855オクタコア内蔵メモリー ROM512GB RAM12GBSIM はナノ SIM バッテリー 4380mAh アウトカメラは 1600mAh 1200万画素1200万画素のトリプルカメラサブカメラは1000万画素800万画素のダブルカメラカバーカメラは1000万画素となっております今回は au からすごーいギャラクシーをお届けしちゃいますこんな端末見たことない早速チェックしていきましょう携帯ピックアップです今回ご紹介する端末はこちらです AU カラーの方がススペーーシルバーとなっておりますはい、えー、ということで今年2月に MWC で発表された折りたたみフォルダブルですね、はい、こういう折、ね、れ曲がり方をする <laughs> この、まあ、まさに壁紙がちょうちょで何かちょうちょが飛んでる服でございますが折りたたみデザインのスマートフォンということで、うんえー、発表後も今年あの 9月にドイツで開催されたイーフ f a の時にイーフ f a 2 0 1 9の時にもあの実機が初めてお披露目されて、うん、えと番組でもね速報でちょっとお伝えしましたけれどもいよいよ国内では10月の終わりぐらいか20何日かかなから、えー、と au から発売された、えー、ギャラクシーホールドついに出ましたということでこちらを今日はご紹介 したいいいいと思いますす海外のの反響っていうううはどういう感じなんですかあの9月の ifa の発表のと ifa、うん、でお披露目した時にもちょっと話に出たんですけどちょうど発表の時はソウルの発売日かなんかで、はい、韓国版がだからその時すだいぶ数を用意して2,000台だか1,000台だかは出たんだけどもうあの即売一日であっという間に完売だそうです。その後うん、うん えーまあ、順次生産次第出てるそうですけど、うん、あと中国でも発売されたんですが実はあのサムスってこれもあんまり言うとサムスの人が何か怒りそうな気がするんですけど実はサムスンって近年中国で結構苦戦してるでやっぱり中国国内のメーカーさんファーウェイとかオッポとかそういうところはに、はい、まあシャオミとかね、うん、そういうところ人気なんですけど、うん、中国でのサムスのシェアはどんどんどんちっちゃくなってたんだけどこのフォールドに関しては。うん まあやっぱりこういう形でもんでこうなかなかないものなので、うん、うん、もう喜んで皆さんあの買いまして珍しいからね。形が珍しいってなってまあかなり反響は良かった、うん。で、日本国内では AU がね、はい、あの発売するじゃないですか。扱うじゃないですか。他社のはな、うん、しです。AU なんだ。はい、でだけです。と、うん、いうことでまあこれはあのまあいろんなねそう投資的にまあどこもがやるんじゃないのとか。うん いろいろ話はあったんですけど、うん、蓋を開けてみたら結局エーユだけでしたみたいな格好で、うんうん、でまあこういうねちょっとふ変わったものとか面白いものっつのがまあエーユーさん好きなんですよね。うん、でまああの今あの会社のキャッチフレーズもあ,、うん、あの新しくなってあの面白い方の未来へみたいなこと言ってるんで、やっぱりそういうのを狙ってきたのかなという感じがしますが。うんうん あので売ってるのは実は au の直営店 au 新宿とかあのいくつかありますけれどもそういうところと、まあ、あとサムスンのギャラクシー原宿、うん、はい、うん、あのあれだなラホールのすぐ並びにありますけれども、えー、あとはヨドロスカメラなんかの、まあ、家電量販店の一部で販売してるけれども、まあ、実機が確実されるのは、まあ、やっぱり直営店かもしくは、うん ギャラクシー原宿は結構アトラクションとかも含めてやってるので、うん、もし冬休み中に時間があるようであればぜひ原宿に遊びに行っていただいて見ていただくというのかな、うん、いなこれは買う買わないは別としてちょっと触ってもらいたい一回はねちょっとこの,この折りたたむ感じとかこの大きさとかそういうのを含めて見ていただけるといいのかなそうそうそう不思議これあ不思議な単語ですよね、うん、こうね。で法輪、うん、先生これはもちろん面白いからえ い,いえいえお金がないんで買いませんでした <laughs> とてもじゃないけど手が出ませんみたいな <laughs> はい、い僕の友達は2人ほどライターさんで買った人がいらっしゃいましたけど「まあ儲かってる人は買えるよね」みたいな「放流は貧乏だから買えんわ」みたいな「いや本当そうですよ本当に本当に全然儲からないんでもう本当にこれは買えませんでした」と。でこんな感じなんですけども、はい、まああの、まあ、ちょっと外観からね順番説明するんですけど、うん、今開いて僕は持ってますけども、はい、これが開いた状態,、はい、状態これは7.3インチインフィニティフレックスディスプレイといって、まあ、当然これは UKL なんですけども、はい、UKL って液晶ディ と違って、まあ、液晶も一部最近曲げられるので出てきたんですけど、うん、基本的に湯切れてこう曲がって曲がってこれでという感じになりますと。 だから UKL 自体はフィルム状の薄いものでそれをこう曲げる特性、はい、曲げられる特性があるの,あの例えばギャラクシーノートとかほら端っことかを曲がしたりするじゃないですか S 点<か>もそうだけどもあれと同じことで曲げられるんで今までは端っこ曲げてたけど、うん、じゃあ今,今度は真ん中曲げますわみたいな、うん、ということでこういう形でまあ曲げられる、はい、で今度閉じるとこっち側閉じた側もね両面あるんですけどこのまあ裏側の銀ギャギラギンのほうじゃない方は。 実はディスプレイが入ってますこれ4.6インチのカバーディスプレイっていう言い方をしてますけども、まあ、こういう形でここの中でも普通にそのままアンドロイドが使えて、まあ、アプリも呼び出せる仕組みになってると、うん、この2つのディスプレイというのはどう使使使いいいいいいい分けるのがいい使い方いい使い方なかなか難しいね <laughs> まあ基本的にはこの閉じた状態というのは画面消します、うん、この状態で電話かかってくると、まあ、こういう電話の仕方ができると。 であと、まあ、ちょっとパッと何か見たい時っていうのはこの状態でこの状態でロックを解除すれば、まあ、アプリを起動できますし電話をかけることもできるしカメラを起動することもできるしここにありますけども、うん、当然検索もできるし、まあ、ある程度アプリも呼べますとっていうのが一つの方法。で 一方もっと大画面でいろいろな使い方したいよとか、うん、例えば動画見たいよとか,、うんうん、か電子書籍読むわとかいう人はこの開いた方がいいよねっていうことでできますと。うん このだって高細さをちとっとよ、ね、うなものだったら,ったらちょっとした作業だったらもう全然ここで足りちゃうしうよっっぽどじっくりの場合は開けばいいただまあそうは言ってもこの端末はやっぱり開いてなんぼの世界なので、うんはい、まあじゃあそのカバーディスプレイとその実はメインのディスプレイっていうのをどうやってその使っていくかっていうことなんですけども、うんうん、一つはやっぱりまあカバーディスプレイでこう今起動しますけどこんな感じで このアプリなんか例えばマップを選びますと地図が表示されました「うん、現在地ここです」と「うん、もうちょっと地図を大きく見たいなと思ったらこの状態で今度バカンコっ開くとこういう形でその地図が見えると」とそうするとここでピンチして「ここですな」とか「駅近いな」とか「お堀のとこまでこれぐらいだわ」とかいろいろ分かると。当然ここで例えば よくやるパターンとしてはじゃあスカイツリーまで行きますよと、うん、でこうやって見るとまあスカイツリーはここですよとでじゃあ経路見ましょうねってやったらまあ経路こんな感じでいきますとこのサイズ感ってやっぱりちょっと普通のスマホではないサイズ感なんでやっぱりまあタブレットを使ってるような感じの使い方がいいです。だからもう一つ えっとまあ、マルチアプリというか複数のアプリを同時に使うことができるのは結構便利なポイントで、うん、今 YouTube をちょっと起動してますがいしょでこれどっかで見た人がね、喋ってますけども、はいね、で結構でかいでしょこのサイズ感で見れるんだからもちろんこう,こうもできるわけでうん、うん、でかいでしょどこどこなかなかね使えるとで前見てますでこの上でこっちからピヨっとやるとメニューが出てきます。うん なんかホ本人が今日,今日ギャラクシーノート10の話してるわと思ってこれでブラウザを起動して、うん、でもこれ今 au のトップページが出ちゃうんだけどここで、えっと、例えば、まあ、ここでこんな感じで検索が出てきますと、うん、で今度このギャラクシーノート10のページをピャッと開きますとこういう商品なんだみたいな動画を見ながらこれを見るとかできる。 さらに今度はなんか例えばじゃあところで「ギャラクシー原宿がいい」っつってるからホーリーが言ってるからじゃあギャラクシーの原宿を見て今度ちょっと変な形になりますけどもギャラクシー原宿がここに出てきてつだで上にブラウザのページが出てきてここで動画を見てるとちょっと配置としては動画が今横長のここになんか他のメニューが出ちゃってるんでちょっと見づらいですけどまあこういうその3つのアプリをできると。しかもこれあのこれんな感じで 入れ替えもできましたなるほどね、うんうん、地図はなるべく大きく見たかったりするしね。うん、で、まあ、今度はじゃあこれを<ー>こっち持ってきたりとか<ー>まあこんなこともできます。うん、要するに画面を大きく使ってなおかつ、うん、まあ何だろうパソコンのウィンドウ表示とかタイル表示にして並べ替えながら使うみたいなことができるので、うん、これ結構実は使い始めると癖になります。だからまあ大画面である意味はここにあるかなっていう感じはしました。うん それからこんな形状だけど、実はちゃんとカメラがあって、なんと合計六つもあります。六つ閉じた状態のこの状態ここ。ちなみにこれは本体を開いた時の開いた時のメインカメラでもあります。だから皆さん側から見ると、こんなふうに見えますとね。これが要するに三つ。でこの三つは この3つは1600万画素の超広角カメラ、はい、1200万画素の広角カメラそれから1200万画素の望遠カメラという3つの構成そして次、うん、これでまあ3つじゃんはい3つ次2つこここです本当だこれもなんかちょっと見づらいんですけどここに実は埋まっています、はい、これいわゆるインカメラ,カメラ、ね、開いた状態で自撮りをするときとかに使う1000万画素のセルフィーカメラがついている。はい でこれに実はえっと RGB 振動、まあ、カラーの振動を測るための800万画素の RGB 振動カメラというのが横についてます。うん、これで合計5つ,5つで、はい、これで別に足りるやんと思ったんだけど、うん、実はさっきあのお見せしたこの閉じたモードこのカバーディスプレイのモード。 <laughs> 実はここにも上にちょっと見えにくいんですがここにあります。うん、あったあった本当に。それはそうだよねだってここで閉じた状態でほら自撮りとかする可能開いて自撮りってだって持ち方大変だしさ僕は手大きいから開いても持ってるけどこれも1000万画のカメラが付いてるので、うん、まあ撮ることができますてことですねはいこういうカメラの構成になっていますとすなかなかだからやっぱカメラはあのーうん、まあ果たしてこれこのこの向きが全部いるのかってすげえなんか。 微妙なんだけど、うん、値段がすごくなる理由もうちの一つはそこじゃないのみたいな気持ち。うん、もちろん、曲げるメカとかいろいろあるんだけど。かなって思うんですが、うんうん、まあ、でも、一応、あの、これ。メインのこの三つのアウトカメラ千六百千二百千二百は、まあ、基本的にはギャラクシー。S10 プラスと同じと、うん、えっと、ほぼの基本的には構成にほぼ準じているので。 でまあ、そういう意味では、まあ、あのそれでいいのかなとあと、まあ、インカメラも、まあ、含めてですけれども中のソフトウェアに関しては、うん、AI カメラ対応なので、うんまあ、山とか、うん、ビーチとか、うん、花とか、うんえー、空とか日の出とかそういうのを自動的に認識してくれるので、まあ、その設定で撮ることができるとだからさっきの、まあうん、アプリのマルチ画面6つのカメラを上手にそれぞれ各、うん、それぞれの,あのスタイルの時に使えるように構成してるっていうのが、まあ、ポイントかな。でうん なのでお値段が高いわけですね。すごいんですよ。<ー>泣いちゃうぐらいの値段。なるほど。はい、聞かない方がいいぐらい高い。うんまあうん僕は買えなかった。A <laughs> オンラインショップ店が現在24万5520円。はい、あの。 強烈に高いと言われた iPhone11 Pro Max 512GB が18万円ですけどそこからさらに6万円ぐらい足さないと6万円ってったら相当ですよすごいんだけど24万円かもう逆さにふっても出ないわ俺 本当にね、だから、まじ、真面目な話すると24、二十四、二十四枚なんで、俺ね、二十四回払いとか、四十八回払いで買おうかと思ったんですよ。うん、だけど、二年後には、なんか折りたたみの端末って、全然なくなってるか、うん、もしくは。みんな折りたたみで、もっと安い端末が出てるような気がして、うんうん、これはちょっと俺、って予定出さんわと思って。というん、ことで、まあ、お値段はそんな感じです。だから、まあ、買う、もうん、もうね、だいぶ生産。もしかしたら、ま次は出るんじゃないかみたいな噂もあって、うん、まあ果たして、いつまで、そのエーさんで買えるか、ちょっとまだ、分かんないですけど。うん、まあ、ただ、今買えば。 あのそれはもう,ていうか下手すともう,もうこの年内ぐらいに買わないと買えなくなるかもしれないぐらい、うん、もう残り少ないかもしれないので一応興味があるんだったらあのギャラクシー原宿とか au、e、の,の直営店とかに問い合わせていつ頃まで買えそうですかみたいなこともしかしたらもう終わってるかもしれないけども、うん、っていうぐらいの状態です。 ななので、まあ、かなりすごいいと思いましたイノベーションは詰まってる<ー>メカニズムもそうだし、うん、こう画面を複数使って使うとかってこともそうだし大きい画面を分割して使うってこともアンドロイドとしては新しい試みではあるので、まあ、3分割はないですから、うんまあ、そういう意味では非常に面白いしでちゃんとスピーカーもね音もまあいいし面白いと思いますよ。そ、うんうん、そこはその価値があると思います、うん、ただ万円か ってなりますよね。うん、ではこの後機能チェックは、ま,はい、まあ機能チェックね。はいはい、えっとまず、うん、防水防塵は対応してません。ませんか。はい。<う>財布形態も対応してません。ませんか。はい。えー、着信拒否は不明としてのみですね。うん だあと意外や意外に伝言語メモに対応してるっていうそ、うん。<laughs> そうなんだ。なんで意外や意外言ってたか、多分ねこう割とねグローバルモデルをほぼそのまま持ってきたように近い状態なんですよ。もちろん日本がされているんですし、日本で使える技術も取ってるんですけど、中のソフトとかそういうのを含めると多分だいぶ日本し日本に合わせた感じはあまりなくて、グローバルをほぼそのまま持ってきた感じなので、でも意外に伝言メモあったかみたいな感じなのでです。 そうか防水防塵お財布形態がないのかこれつけるともっと高くなってたのかな多分35万円ぐらいなったんちゃうかなって気がしますけど<笑><笑>じゃあこの後あとズバリいいところ悪いところお願いしたいんですけどなんかいろいろありそうですね、はい、すどうですかねお願いいいいいいしますとととここころろろ悪はでから どう,でしょうじゃんえー、フォルダブル新しいユーザー体験どうだすげえだろうまあそんな感じですかね <laughs> まあ折りたたみはほかにない <laughs> 今現状でね日本でちゃんと売ってるものはないし、はいでまあ、さっき言ったようなそのアプリ3つとか画面分割とかも含めて <laughs> まあちょっと新しいその体験ができるのは面白いことだと思うんでこれはまあ絶対的に評価はできますて <laughs> これ持ってればやっぱり、はい。 まあ言い方は悪いけど自慢できるのはほぼ間違いないし誰も他になかなかこれを持ってる人が集まるっていうのはまあ滅多にないでしょうからまあこれはやっぱり結構威張れる端末という意味合いのところはあると思いますね。絶対え何それ何それって言っちゃいますもんね。では、はいえー、悪いところお願いします。はい、はい、じゃん、えー、閉じた時のサイズ分厚い。 耐久性が不安なるほど日本酒用がないこととかまあそれはグローバルモデルも、うん、まあしゃあないかって気がするんだけどやっぱりまず根本的に電話としてみた場合に、まあ、閉じた時のサイズ感がやっぱり重いでかい、うん、幅は狭いんだけど狭いんだけどでも広げたら同じやみたいな話もあるし、うん、あとしっかりした重さが結構、うん、結構ずっしり感あるし、うん、分厚いっつうのは結構、うんまあ、まあ割と引っかかるのかなと思っていて、うん、まあ例えばこれこの状態でやっぱり。 さきや,やっぱり結構なやっぱり2台分の厚さがあるので、まあ、こ,のこの向きで見た方やっぱり2台分の厚さがあるんですよ。もちろん手で握って持つという意味ではまあ,ありなんだけど、うん、そこはなんかどうかなっていう気はちょっとしました。だ、うん、からあとはまあ耐久性やっぱりこれ相当な回数を開いて閉じてはやったというふうに言ってるんで実験というか、ん、もちろん手間が必要なのそんなに壊れることないけど、うん、ただそういう機械でこういう開閉テストをした話と。うん 人間が実際に利用環境で使ってみた時って<ー>経済保障も絶対入ってたとはあのが、ね、いいと思います保証サービス系はみんな入ってた方がいいと思いますけど、うん、もしかしたら水をかぶるかもしれないし結論があるかもしれないこれからのですよね結論とかあるでしょ。道路にに落ととししはしなないいいけどなんか机の上に置いといて なんかここら辺からなんかあのいろんな他のおもちゃがなだになってきてちょっと力かかってましたとか、うん、いろいろアクシデントって起きるもんじゃないですか、えー、だからそう考えるとやっぱりちょっと耐久性に関しては、うん、まあましてやこれがだから 2, 2万4,000円の端末だったらなんか崩れてきてもましじゃないかみたいなごそごそとりあえず平気だったわけ二 <laughs> 24万円の端末なんでやっぱり、ね、<laughs> 相当インパクトありますよ。<laughs> <ー>ただ 一つフォローしておくと、うん、これを出そうと思ったサムスンはすげえと思うし、うん、うしかも日本国内で売ろうとして、まあ、実際に売ったんだけど売った AU もすごいなと思いましたそれは本当にあの拍手喝采ですけど、うん、でも僕は貧乏だから買えなかったっていうのが最終的な答えですかねじゃあズバリ誰におすすめの端末ですか好きな人 <laughs> 好きな人、うん、<ー>好きな人こういういのが ええ、変わり者好きの人。そして、お金も持ってない。でお金持ってる人。ガジェット大好き。限られてきますね。なので、まあ、ちょっとかなっていうところだと思います。ただ、いじってると、すごい楽しいんですよ。やっぱり、なんか、これはどう動くのか、やりたくなるのでそれは間違いないんだけど。でも、やっぱり、ちょっと、そこは、はい。冬休み中にですね。触るのは、ただ。そう。いう、まあ、触れるかどうからない、まあ、多分。 触れる保証はないですが直営店さんとかあとギャラクシー原宿冬休みなのでちょっと東京来ていただいて周辺としてのね方も原宿で遊んでいただきつつサムスンってこんなこと考えてんだねっていうのも体験できる話もあるのでぜひ実況も見ていただいてすごいなっていう2019年の最後はこんなすげえのが出てたんだということを一応見ていただくとよろしいかと思います。はい How to 携帯ですあの私 iPhone なのでちょっとあんまりわからないんですけど昨年とかからしゃべるスピーカーとか結構あるじゃないですかそれなんか。 例えば最新バージョンとかあるのかなとかでちょっとなんかその辺のお話どんなものか聞きたい,きたいし,ゃべるしゃべるスピーカー、うん、まあ年末でねクリスマスも迫ってきておりますがいろんな商品があります、うん、でスマートスピーカーまあ俗にそのしゃべるスピーカースマートスピーカー、うん、去年は、まあ、Google ホームっていう名前でね、うん、あのこんな筒みたいなやつ出てきましたけど、うん、それもあるしとあとアマゾンさんがやってるアレクサ、はい、やりましたよね。 アレクサこそもうほんいろんなタイプが出ていて、うん、すげえもうなんかアマゾンエコーつモデルなんですけどエコのちっちゃいのからディスプレイついてないからどんどんシリーズが増えてきてるんですけどあと LINE のクローバーがありましたけど LINE はもうこれは多分しばらくまあなんかもうないまあ一応なんかいろんな キャラクターついたやつもあったけど、まあ、多分これからあんまり出てこなくなるのかなという感じで国内はやっぱり Google さんと Google ホームと、うん、AmazonAlexa がやっぱり強いのかなとなうちでもまあ実は両方動かしてまして僕はよく音楽を Spotify 聴いたりとか、うん、まあうちの奥さんも音楽今でなんかしながらね、うん、あの使ったりとか、うん、まあ,あと何よくやるのは「あの タイマーかけて、うん、あのラーメンタイマーじゃないですけども <laughs> さ3分かけてみたいなやったりとかいろいろやりますけれどもそんなこんなができるのがスマートスピーカーと。うん、でところがスマートスピーカーっいうのは要するにここにまあスピーカーがあって、はい、それに話しかけるじゃないですかでも話通じるか通じないかとか別に話さなくてもいいこととかもたくさんあるし例えば「今何時?」って聞いてもそれなんか別に画面に出しとればよくねって感じがするじゃないですか。 別に聞かなくてもいい天気だって別に聞かなくても電気予報がここにすでに出てるいいわけですよわかるでしょディスプレイかなんかが、うん、まあそれはタブレットなのかってっそうじゃなくて、うん、実は最近出てきたのがこれ,はもうこれは結構僕ね側も大きいし、うん、あの結構好きなんですけど<ら>こんなものがそういうパターンかグーグルネストハブマックスという商品です、うん で10インチです、このディスプレイ、まあ簡単に言うと、まあ、iPad ぐらいの大きさのものですよねで、ここにまあいろんな、まあ、今、壁紙出てますけど時間も出てるし、うん、こう下の方に月のマークが出てるけど、今日は9度ぐらいですと、今日寒いんだよ、分かってる、うん、これは分かるわけ、ちなみに後ろかどうなってるか別にこれ、タブレット置いてるわけじゃなくて、こう,こういうふうになってますと、分かる電源がつながってて、この、そうですね、カメさん、ここです。 これは後でご紹介しますが、これはカメラ、マイクをオンオフできる機能です。うん、さらに、えっと、向かって、左側こっちらですね。ここのとこ、うん、ちゃんと音量大きいと思います。うん、で、ここは、まあ、いわゆる、あの、グーグルさん、このデザインテスト好きなんで、あの。うん、端末の、あの、なんだっけ。純正カバーも、こんなファブリック調のやつやってます。うん、同じようなことができますと。うん、正面側から見ると。うん、ちょっと後でご紹介しますけども、まあ、ここにね、上に。 カメラがついていてでこれ実はビデオチャットができたりする、えー、今ちょっとこれちょっと聞こえるかなマイクとカメラがオンになりましたマイクとカメラがオフになっていますなんてことを言ってくれるんでまあまあカメラマイクとカメラオフになってくれると、うんうん、まあなんかカメラ動いてるのなんか気持ち悪かったでするんじゃないですか、うん、まあ一応そういう機能もちゃんとハードウェアスイッチで用意されているとでこれは何するんだって話したんですけど、うんうん、えっと。 こういう形でですね、うん。これ今 YouTube ミュージックが流れます。うんうん、これでもし選べばね、うん。だし、さらにこれまあさっき携帯使用税を検索したんでここで例えばまあ何だろうこれ流してみようか。これでいいか。えっ、ー、とこの辺してみようか。うん、はい。うん。なんてことができるわけです。うんうん、ということで動画を見れたりすると、はい ということなので、うん、まあこれ当然今手で操作してますけど、もちろん話しかけてやることもできますと。一応ちょっとこういう通してみようかな。で、ちょっと話しかけてみると、OK Google、土曜日の天気を教えて。土曜日の千代田区は最高気温6度、最低気温4度で断続的に雨が降るでしょう。うってことがまあ見えたりすると。ね、OK Google、来年は何年。 2019年はイノシシ年、2020年はネズミ年です。なんてことができますと。当然もう他にもね、いろんなあのグーグルあのグーグルのあのテレビ CM にあったけどあのなんだっけ。OK グーグル。月までの距離はどれぐらい？月の地球までの距離は38万4400キロメートルです。 これを要するに普通のいわゆる Google ホームの機能としてあるんだけどこのほかにもその例えばスケジュールを表示してくれたりとかいろんな機能が用意されていると。でもう一つはこのここにあるカメラ何するんだって話なんですけどこれ実はビデオチャットができますでちょっとあの実際にやってるとこをちょっと後でお見せしますけれども。 スマートフォン側の、まあ、ピクセル、まあ、別にピクセルじゃなきゃいけないわけじゃないんだけど他の普通のアンドロイドスマートフォンでもあの、えー、iOS でもできるんですけどもピクセルだとピクセルっていうかアンドロイドだと DUO っていうですねあのこういう、はい、DUO っていうこういうあのアプリがあります。でこいつでここでビデオ通話みたいなことをやるとそうするとここにかかってきてでこれで例えばひとみちゃんが今ね家にいてこれ目の前にあって。うんうん で例えば僕はなんかどうでしょうなんかどこにいようかまあフランスかどっかで何かで、ね、取材をしてますとじゃあちょっと来週の収録について打ち合わせしましょうってったら僕はこれを持って通信をしてひとみちゃんにかけてひとみちゃんお家にいてソファーか何かにふんぞり返って分かったじゃあそういう打ち合わせでいこうかみたいなことを言っていただければ僕とこういう形でビデオを。 こ,こにホール先生が映ってるわけです、ね、そうそうそうっていうのができますということで、うん、こんなビデオチャットの機能もあったりとかするというのがまあポイントということでだから音楽を楽しんだり映像を楽しむもちろん,なんか今あの携帯小説を見せましたけどもスポティファイとか、えっと、Google プレイミュージックとか、まあ、そういったいわゆる音楽配信サービスを楽しむこともできるしもちろん Google プレイの映画を見るやつとかも基本的には再生できるので。 えこういう形で使うことができますよということでこれ結構便利なのかなということでこれなんとちなみにこのえー Google ネストハブ MAX10 インチの HD のスクリーンが載っていて3インチのウーハーで左右のステレオスピーカーがついてこのカメラも内蔵していてお値段はなんと2万8千50円と安いでしょおお手頃でしょでちなみにここれはどこへつながっているかつるとう当然 まあ、ルーターとかをつながって経営接続されるという形になります、うん、ちなみにこれがいらないいやこれ光栄じゃなくてそのこのディスプレイいらないよとでもカメラもちょっとなんかいいもっと簡単な音だけになればいいよって人だったら去年でした Google ホームミニも実は名前が変わって Google ネストミニという名前になりましたこいつは去年のモデルよりも音が結構よくなりました<ー>音が良くなったら簡単に言うとあのスピーカーカ倍ぐらい 低音音がが強力ににななっったたので結構ししかりり出るようまこういうのを枕元とかに置いてもらってで喋りかけてコントロールをしてもいいし何だろう音楽を流してもいいしみたいなことできますでちなみにあとこっちのネストハブマックスっていうのはもう一つ実は面白い機能があってこれは残念ながら今機材がここにはないのでできませんけどいわゆる最近スマートデバイスうん まあ簡単に言うとフィリップス・フューみたいなあのこうライト、リモートでつけたりするいわゆるあのホーム IoT の,あ,のあれがたくさん出てきているじゃないですか実はそれをコントロールする機能も乗っている、うん、自分で話しかけて、うん、ライトつけてというとうん、うん、家帰ってきたらパカッとライトつくとかそういうこともできるのであ<ー>まあそういう意味でのハブというのはそういう意味なんですけどうん、うん、こういう使いい方ができます、うん、いろんなものが。はい 縮というかだん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 今そのホーム,ム IoT をコントロールすることも含めて、うん、スマートスピーカーがまあ進化をしているという状況なんですが、うん、それを使うにはですね、うん、やっぱりここにもう一個なんかスペースがありますけれども、うん、何がしたいかっついうとですね、うんうん、やっぱりおうちにブロードバンドがいるじゃん。 光回線とか ADSL、うん、AD もそろそろ終わりなんですけど、うんえー、ケーブルインターネットとかいろいろありますけど、うん、将来的には 5G とかいう話もなるんでしょうが、うん、その回線が来たとしてそこから先やっぱり家の中、うん、例えばマンションだったらちょっと部屋数が多い、うん、平べたいマンションだとなんか無線ンの、ねうん、アクセスポイントを置いても場所によっては届かないとかさよく聞くじゃないですか。ねで じゃあそれななんととかかかかかす方法はないのかとか、えー、なんかもうちょっと簡単に使えるアクセスポイントはないのかっていうので実は今実はこのネストハブマックス君がつながってるのは実はこの子これは何かっていうとグーグルネスト w i フ f i という簡単に言うと無線 LAN のルーターだなーこれ後ろ側に今青いケーブルと LAN ケーブルと電源ケーブル見えてますけどお尻見せるとまあこんな感じになってますとで刺さってると。はい もちろん,なんか今空いてる側にこうケーブルつないでパソコンとかもつなぐことはできるんですがこういう形で置いてるとで、えー、とこれは Google ホームを基本的に内蔵している w i f i のルーター去年も実は g o o g l e w i f i 出てるんですけども、うん、そのモデルよりも大体、うん、まあ無線ンなんでまあ理論値ですけど一応2枚ぐらいの速度が出つつエリアも少し広がってますとでさらに届かない例えば吉川さんちみたいな大豪邸の場合は <laughs> 1>, あの1階にこれを置いたんだけどあの3階には届かない時は2階あたりにこの要するに拡張の延長用の,その拡張ポイントっていうのがあるん、ね、でこれを組み合わせておいたければここで出たのをここでまあ中継してまたさらにちょっともうちょっと遠いこところで使うみたいなこともできます。ちなみに、えっと、それぞれ気になるお値段でございますがさっき言ったこれは。 28, 円、ねうん、すごいリーズナブルいいと思う、はい、そこそこリーズナブル、はいはい、でちなみにちっちゃいスピーカー君、うん、この子はもう去年よりまたさらにぐっと下がって6050円で買います。<あら> <laughs> はい、で問題はこっち、うん、無線 LAN のアクセスポイントに相当する、うんまあ、ルーターでもありますがまずこの2つがセットになったやつ。セットねはい セットになったやつは円、うん、だからまあ今他のメーカーさんでアクセスポイントとえっとなんかメッシュで1台目とかでやると大体同等ぐらいの価格がちょっとみたいな感じですね。でちなみにこの親のルーターだけ単品単品、はい、これは、うん、1万9800円でこの、えっと、拡張ポイントこれも単品で1万8150円。 本来ならば両方合わせて3万7,000円か8,000円ぐらいするんだけどセットで買えば3万1,900円とアクセスポイントの名前とかも全部自分で決められますしあの基本的にセットアップはですねちょっと一応見せておくと Google ホームというアプリがありますでこれ今こんな感じで今アプリこの家ここを自宅として今セットアップをしてますけどこのハブもあるしえっとこれ今リビングルームって書いてあるやつはこの。 ハブが存在しますとで玄関 1, 1台のデバイスって言ってるのは、まあ、このアクセスポイントくんですねこの、うん、さっきの白い子ですけどもこれが玄関の w i f i みたいな感じになってるわけですねなんかライトとかをセットアップしたら、まあ、ここにもどんどん追加されていくるんで、うん、基本的にはこの Google ホームのアプリで使っていただければ、うん、使うことができますと。うん、もう今あの各家電量販さんとかも含めて各所であのいずれも店頭で販売してますんで、うんうん、家電量販だとそうですね エディオンとかケーズ電機小島上信電機ソフトバンクショップソフトバンクはオンラインですねソフマップつくも野島 PC デポビッグカメラベイシア電機ベスト電機ヤマダ電機ヨドバシカメラあとオンラインだとき楽天さんとかも売ってるそうなんで、まあ、こういうところであの買って頂いただて、まあ、年末とかだとよく なんかポイントのキャンペーンとかやってるのでそういうの使って上手に買っていただけるといいのかなっていう感じでこれがあると結構楽しくなると思いますんで、うん、これすごかっいいですよねすごくいいんですけどところでこれはアンドロイドじゃないですか、うん、私はアンドロイドではない Google がやってはいるけど、うん、私は使えます iOS ってこともちろんあ私も大丈夫もちろもちろん使えますはい。 あの他のものと違って、うん、Google さん基本的にオープンなのでああできるだけいろんなもので使えるようにしてますからかか iOS 用の Google ホームのアプリがありますのでそれを落として頂い,いて、うん、コントロール設定をしていただければ別に普通に使うことができますので全然気にせず<ー>あの楽しんでいただけるといいのかなと思いますけれどもこれなかなか体験できる場所がそんなに多くはないんで、うんまあ、一応家電量販さんとか展示はしてますけども。うん あとグーグルさんのホームページにもムービーが上がってますのでぜひあの見ていただいて結構見るとねうん、うん、あそういうことかみたいなのがありますこのカメラもあの結構優秀なので吉川さんちの大豪邸にもこれを一緒に入れていただいて楽しんでいただければということで皆さんも、えーまあ、クリスマスプレゼントまだかなみたいな人はちょっとチェックしていてお値段もねまあいい感じなのでぜひお試しいただければと思います。 はい、今回ご紹介したこちらの au ユーギャラクシーホールド。はい、どうですか。どうですか。どうするんですか。何。うん。うん。なんやねん、言うてな。面白いでしょ。でもさ。面白い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 。です。で、先は。でも。まあ、いろいろ。まあ、でも、やっぱり、これを、まあ。作ったギャラクシーってか、サムスンすげえなと思うし。やっぱりすごいと思うし。 で当然のことがその何 AU が採用したのも勇気あるなと思うあ別にね他の会社が勇気ないとは言いませんがなかなかやっぱりあのこれを採用するのは結構勇気いる話なんでいやこれがねすごくすごく安かったらもしかしてなんだけどやっぱり高いっていうのが一番最初に引っかかってあとちょっと開いたりするのが大変。な <laughs>、うん、なるほどねちなみに、うん 今アメリカでは今度モトローラがレイザーっていう昔のあの超薄型折りたたみ携帯を作ってたのは今度こういう向きで折りたたむいわゆる昔の折りたたみスマホの形でなおかつここの UQL のディスプレイが曲がるみたいなのを今作ってるっていうか出てる発表したので。 来年はそういういも,ももものしししかかたら日本で出てくるかもしれないんでやっぱ折り畳みは今年が元年で来年は飛躍の年かもしれないし全然皆さんさようならなのかもしれないし分かんないけどただやっぱりこれが一つのやっぱりエポックメイクな存在であったことは確かやっぱりね世界中で一応売ったのでちゃんと体制が整ってよりブラッシュアップしていけばまあ次のモデルももしかしたら出るかもしれないんで今後の進化にも期待したいと思いますしまあ一度は皆さんというのどっかで。 この開く閉じるえっとカバースクリーンで出しつつこっち側の外面でなんか出すみたいなぜひ体験していただけるといいのかなと思います。うんうん、でもねかっこいいよ。ぜひか、はい、ぜひ一度ね皆さんもかっこいいよデモで体験していただければと思います。うんうん、はい。